銀行を襲う。ポジは何に使うの？ビヨンセに100万バーン叩きつけてやります。ビヨンセに100万払ってもまたなんか開かへんやろ。マジかよ、あいつ初心忘れてんじゃねえ。何の初心やねん。頭に銃を突きつけられて抵抗できる人間なんてジェイソン・ボーンぐらいです。誰やねんそれは。ボーン・アイデンティティのマット・デイモンです。この状況で映画で立てるのやめてくれへん。3人の男たちの人生一発逆転をかけたゲームが今始まる。銀行強盗やるんだろう。俺の考えた筋書きはこうです。3分の1。人生逆転できますかね。逆転するんです。